半年ぐらい一人で勉強すればまあそれは東大ぐらい受かるよねっていうだけの話なんで東大ぐらい滑り止めじゃないですけど、なんか明日死ぬかもしれないです、その高校行ったりとかそんなどうでもいいことに時間を費やしたりとは僕は一切思わないので。ロンブ YouTuber サッサニアです。東大博士のカリスです。まあ本当はまああと半年で博士だけどね。カリスさんは以前ですね、こう医療をかける AI という動画に出演されていたんですけれども、こちらのカリスさんの専門分野について伺った話なんですけれども、本日はですね、カリスさん16歳で東大に合格してるということを、まあなんですけど、普通の日本人学生でしたら、まあ、18歳で、まあ、センター受けて二次試験受けて合格だと思うんですけども、まあ、そこについてはちょっと前回の動画で全然触れられなかったので、今回はですねそこをちょっと深掘りしていきたいと思うんですけれども、まず16歳で東大合格ってこれどういうことでしょうか。要は高校に行ってないと、そもそも、はい、まで大検を受けて、大検を受ければそもそも何しても自分の自由じゃん、うん、だったらまあ半年ぐらい一人で勉強すればまあそれは東大ぐらい受かるよねっていうだけの話なんで、で、それで16歳東大受かって、はい、まあ今に至ると。ちょっとだいぶ結構いろいろツッコミどころが多すぎるんですけれども、16歳で大検を取得したってことで、大検を取得したのは15歳です、ね、15歳韓国のやつですね。韓国ですと、まあ、まあ日本もできると思いますけど、年齢制限みたいなのと特にないみたいな。そうですね、日本では大学入るには、高校に行っているとなんか1年まで飛び級できて、ただまあ大検だと飛び級できない、だからまあ18歳からじゃないと入れないというそういうことになってますよね。だから僕も東大に受かったのは16歳ですけど、当然実際に入ったのは18からですね。だからみんなと一緒で。ああ、なるほどなるほど。だからまあその間何やってたかというと、まあゲームやってました、ね。なるほどなるほど。なんかまあ東大の日本語教室みたいなのをずっとなんか会話させられてて、はい、でまあそこでなんかまあこんにちはとかなんか NHK とか見てなんか、うん、なんか感想の書かされたりするのまあ昼がボケみたいな感じで。まあ、だいたい、内職してたり、まあ、ゲームやったりしかしてないですね。その16歳で東大合格されたということなんですけれども、はい、その合格した何でしょう、その試験っていうのはなんかどういう試験の枠組みなんか外国人入試でなんか日韓共同理工系学部留学っていうのがまあ今はないですけど、はい、今はなんかもうレベル低すぎて潰れちゃったんですけど、昔はそういうのがあって、はい、それな750人がなんか受験して、そのうち、はい、トップの5人が東大入れる感じのやつが昔はあって。そうですね、750分の5。そうですね、で僕はまあその3位でしたね。16歳で3位でしたね。だいぶ16歳で3位、それってあれですよね、多分16歳で受けるテストじゃない。まあもちろん違います、はい、もっと年齢の高い、あ、まあまあ普通の、まあ、高校卒業するぐらいの高3で受けるやつですね、はい、そうですよね。で高1で高3か、あるいはまあまあ1回浪人してるかって感じです。世界が違いすぎてツッコミどころしかないんですけれども、なんか例えば東大に行こうと思ったきっかけというか、まあ要はペーパーテストだけどこの俺だったらまあ 100% 受かるに決まってると思ったのでまあ将来の進路の幅を考えて決めたって感じです。例えばまあアメリカとかで単に成績いいから医大行けるかというそういうわけでもなくて、はい、なんか課外活動だったりとかなんかその総合的に判断して決めるって感じなんで、まあそれだったらまあ東大ぐらい滑り止めじゃないですけど、これ今東大に行ってどうかっていう感じですね。だいぶ結構パンチのあるというかちょっと参考にならない動画になっちゃいそうなんですけれども、ただまあ実際になんか自分がなんかできると思うか思わないかってすごい大事で、僕はその東大ぐらいのコンビニにお茶買いに行く程度の難易度だと思っているので、コンビニお茶、そうとしか思ってない人間にとっては実際にそうでしかなくて、この雲の上だと東大は絶対自分では無理だと手の届かないと思っている人にとってはまあそれあなたはまあ一生立ってもどうにもならないでしょっていうだけの話なんで、まあ、そこはまあでも意識の問題っていうのが大事かなと思います、はいはい、なるほど。とりあえずコンビニ行ったら買えるぐらいのレベルだと思い込めというか思えというか、そう思い込んで、まあ、そんな自分であればどう行動するかってことを実際に考えて実践するって感じですね。だからあるべき姿東大があれって、まあ、今の現状自分があればこの差を縮めるのは何をすればいいのかってことを考えて、でそれうまくいってないのであれば何でうまくいってないのかってことを分析して、まあ、それをサイクルどんどん回してると気づいたらまあ自分は、まあ、東大当たり前になっているコンビニでお茶ぐらい買えるようになっているはずなので、いやおよそ高校生こういったがやる思考ではないような気はするんですけど、うん、だから高校生がやる思考じゃないので高校には行かなくていいんですだから高校に行かないような人間であればそういう思考になるし、そういう人間であれば実際にそれぐらい簡単にいとも簡単に達成できちゃう。なるほど。だから高校に僕は一切行く必要はないし時間の無駄に過ぎないと僕は思ってますね。だいぶ結構そもそも義務教育じゃなくないですか
まあそうですね。それは何を意味するかというと、自分があらゆる選択肢がある中で自分が本当は何をしたいのか、うん、何をすべきなのか全部考慮した上で、それがベストの選択肢だと自分が本当に考えてそれを決めたのであれば、それは僕は高校に行くので別にいいと思うんです。そうでもなくて単にみんなやるから、それ、まあ、空気読んでるのが自分もやろうみたいな、そういうのじゃどうにもならないと思いますね。うん、けどまあそういう人間こそは僕らがまず、まあ、すぐな AI であなたは代替できてしまうんでまあだいぶ結構パンチが強いんですけれども、ね、まあでも高1で東大合格したっていう存在がこういう人もいるんだぞって分かっていると、何でしょう、あ自分もなんか高1で東大合格できてもいいのかなってこう思えるようになるというか、モデルになれそうな感じがするんで、まあそう思ってもらうとまず嬉しいです。まあそうではなくて、うん、まあ、そういう人がうんぬんとかじゃなくて、まあ、自分はそもそも特別な人間だとやっぱ思い込むことは大事じゃないか、うん、例えば僕はここにあるんですね、一応東大ですだからまあ東大ぐらいはそんなレベル高くないんで、まあ一応東大っすみたいな、はいはいはい、そんな感じですね。実際にでも、ね、実感なんであり余るんです、うん、だって大研受ければですね、学校にいてもみんなに合わせて体育やったりとか、みんなとコミュニケーション取ったりとか、まあ、そういうのも何でもかんでもやる必要はないので、高校に行ってなんか自分のために使える時間の、まあ、3倍ぐらい増えてると考えると、まあそうですね、まあ僕は、半年勉強して東大に行かたってかがありますよ。だから高校で言えば 1.5 年ぐらいやったのと同じなので、はい、だからまあ自分がまあ勉強にしてももう何にしてもなんか自分がやりたいことがあれば、なんかそれはなんかすぐ簡単にできてしまうので、高校に行かなければ、うんうん、だからもう僕はなんか自分がやりたいことをやるのが一番いいと思ってますね。うん、みんなに流されて何かやったでどうしようもないんで。なるほどなるほど。なかなかこう高校生でその思考に至るっていうのは結構すごいことだなというふうに思うんですけれども、なんか自然とならないように思えるんですけれども、なんかそういう思考になったそういう経緯とかってあるんですか？例えば100年経っても誰もいなくないですか？100年経ってももうみんなもう死んでしまうじゃないですか。まあそうですね。この空間にある存在全てなくなっていると、はい、そう思った時になんで僕らはそもそも生きてるのかって思うと、結局自分はなんかまあ生きてて楽しかったなって、なんか満足できたなって思えて死にたいから生きてるんだと僕は思っていて、うん、だったらなんか明日死ぬかもしれないで、その高校行ったりとかそんなどうでもいいことに時間を費やしたりとは僕は一切思わないだから自分の思う最短経路は高校なんかに行かずになんか、うん、まあ、一気になんか終わらせて、それから自分のやりたいことゲームでも何でもいいんですけど、そういうのやった方が絶対いいと僕は思ったので、高校行っても3年間ずっとプレッシャーあるわけじゃないですか。その大学とか、まあ、そうですね、知らんわボケみたいな、ね、まあ俺だったら半年で終わらせてゲームでも何でもなんか本読んだりとか、自分のためにもっと時間を使いたいなと思ったんで、そうしました分かりました。最後にですね、はい、ちょっと、まあ、多分自分がこうなんかちょっと高校行くか、まあ、それとも別の進路を取るか迷ってる高校生、3年通うのはちょっと嫌だなと思ってるけれども、なかなか一歩を踏み出せないっていう高校生も今実際いると思ってて、まあ、そういう人に最近例えば通信制の高校で、ホリマンの N 校ですか？あ、そうですね、 N 校みたいにこう通ったりしながらこうやりたいことに時間を割くっていうケースもあると思うんですけれども、まあ、そういう人に向けてこうメッセージ、はい、考えてる人とか、あるいはちょっとなんかそういうのに興味があるという人にメッセージをお願いします。正義っていうのは人の数だけどね、君は常に正しいんだ、だから自分自身を信じて突き進めばいい、それだけ。君のことを一番のよく分かってるのは君自身なんだからね。だから自分の目で見て、自分の心で感じて、自分の思考で考えて、自分でレールを敷け、そしたら君は満足して死ねる、俺らは満足して死ねるんだ。カリスさんも YouTube をやられてるということなんですけれども、はい、こちらですね、もうすでにもう2回もコラボしてますので、そうですね、うちのチャンネルにもまあ2回はい、サスパニさんとの コラボ動画載ってるんで、はい、まあ、一見、まあ、そもそも僕はまあ研究でまあトップクラスの業績、研究業績残してるんで、その科学だったり研究の意義とは何なのかについて語りましたし、はい、あとは、はい、まあ、その下に載ってます概要欄に論文 YouTuber ということで、でもなんか論文ってなんだつまんねえなっていう、そういう印象大きいかもしれないんで、そうでもなくって、うん、逆になんか論文書いてるってすごい面白い人が多くて、論文のタイトルでもラノベのタイトルとかと一緒にめっちゃポップなやつもばっかなんですね、うん、もう笑ったみたいなそういうやつばっかなのでじゃあ論文でどういう面白いものがあるのかについてもまた対談したので、それも見てみてください。はい、ということで概要欄の方にあの対談した動画やカリスさんのチャンネルページが記載されてますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。こんな感じで面白いと言って優秀な研究者の方やですね、インタビューしたり、あるいは自分で論文解説してますので、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ、アディオス、 OK, see you soon